アンドレア・ヘンケルは、ドイツのバイアスロン選手。ドイツ連邦軍スポーツグループに所属。2002年、ソルトレークシティオリンピック金メダリスト。同大会クロスカントリースキー金メダリストのマヌエラ、ヘンケルは実施。旧東ドイツ、ズール県、イルメナウ出身。4歳からスキーを始め、1991年に、オーバーホーフの体育高校へ、進学。 1992年から女子のバイアスロンがオリンピック種目に採用されたことからバイアスロンに転向した。1996年に高校を卒業して同地のドイツ連邦軍スポーツグループに入隊した。1998から1999シーズンからドイツナショナルチーム入りし、1999から2000シーズンにワールドカップ初勝利を挙げた。 以後世界選手権で8個の金メダル、5つの銀メダル、2つの銅メダルを獲得。オリンピックでは金メダル2個、銀メダル1個、銅メダル1個を獲得している。ワールドカップでは2006から2007シーズンに総合優勝を達成。2007から2008シーズン総合3位。2010から2011シーズン総合2位。2012から2013シーズン総合3位。 ありがとうございます。